はい、いちごでございます。今回はですね、基本のしつけや問題行動の時にですね、すごく役立つ忍耐力、集中力のお話でございます。皆様方、忍耐力、集中力しっかり鍛えていらっしゃいますか？この忍耐力、集中力がないとですね、いざ問題行動を起こした時にですね、飼い主さん困ってしまいまして、まあいろんな直すための、正すためのやり方、方法探りますね。まあ記事だとか動画を見て、解決しようとするんですけど、それでもうまくいかないという状況が起きたりします。これなんでかっていうと、ワンちゃんがそれを扱える器ではないからですね。ワンちゃんがですね、ある程度忍耐力、集中力があればですね、その応用のやり方を通用することが可能なんですが、基礎自体がそんなにできないようなワンちゃんにいきなり応用というものは、さすがに我々人間でもワンちゃんでももちろんそうですが、できません。はいね、そのために日頃からしっかり基本的な能力もしっかりと育ててあげてください。はい。で、忍耐力、集中力をですね、つけるためには、じゃあ何すればいいかと言いますと、皆さんできるはずです。ね、待てをしてください。はい。この待てというのはですね、非常に有効です。忍耐力、集中力、両方鍛えることが可能です。ね、ぜひこの待ての練習をしてあげてください。プロ中のプロの、警察犬を扱う訓練士さんもよくやってる方法。で、平気で1時間2時間警察犬のワンちゃんの場合は待たせます。それだけ集中力、忍耐力、現場現場でいります。ですから日々練習をするわけですね。家庭犬にはそこまでの長時間は必要ないんですが、ただある程度待てるようになりますと、飼い主さんの言うことを聞く能力も上がります。集中力が高まってますからね。はい、いろんなことに対して対応できるようなスペックのワンちゃんが出来上がっていきます。では早速ですが、実際どうやって、鍛え上げるのかお見せします。待ての練習でございますね。それを取り入れたやり方ですけれども、こちらの おやつね、皆さん使っているものをご用意してくださいね。クッキーを使います、私のところはね。で、まずご本人を持ちまして、わちゃわちゃこうやって来ると思いますけれども、しっかりとコントロールします。ね。はい。座れ。はい。で、こうやってみんなを座らせます。じゃあ、ここからスタートです。最初にまず、1、2、2秒ぐらいでいいです。ね。練習してない子はですね、2秒ぐらいでしかもう我慢できません。ね。はい。2秒ぐらい経ったらもうあげちゃっていいです。おやつはね。はい、どうぞ。という形で。で、もう一度待たせます。ね。はい。お座りして。ジューズ。座って。はい。で、私はお座りを、したら、待てというふうに覚えさせてるので、待てというコマンドはあんまり使いません。皆さんは使う方はぜひ使ってください。ね。はい。で、今2秒ができたので、今度、3秒という形でやっていきます。で、3秒ですね。1、2、3。はい、よし。で、形でどんどん上げていきます。ね。で、今これ複数やってるんですけれども、皆さんは必ず1頭ずつやってください。ね。場数を踏んでいる子たちですから、こうやって、みんなまとめてできます。ね。一斉にみんなでやらない、特に多頭飼いの方はですね、一頭ずつ上の子からやってくださいね。上の子から2番目3番目という形でやります。はい。で今3秒がやったので、例えば今度4秒5秒6秒っていうふうにどんどん伸ばしていきます。まあ10秒ぐらいですね、待てるようになりましたら、今度はですね、こうやります。はい、座れ。一歩下がります。はい。ここで、1、2。はい、よし。はい、で。はい、で。
まあ、よしって呼んでもいいし、飼い主さんがですね、戻って一頭ずつ、ちゃんと一頭に与える形でいいです。で、今度は一歩距離を空けて待たせます。ね。はい。こうやって、徐々に時間を待たせて、距離も少しずつ伸ばしていきます。ね。一歩下がって2秒言いましたね。で、これはもう続いて同じです。3秒、4秒、5秒、6秒。まあ10秒程度が、まあ、区切りにしてもらってもいいです。まあ5秒でもいいです。5秒かまあ10秒ぐらいに区切りをしてもらって、徐々に一歩ずつ下がっていきます。はい。下がっていって、どんどん飼い主との距離を伸ばします。距離が空くとワンちゃんはですね、集中力があんまり、養ってない子はですね、すぐ解いてしまったりもしますので、この待ての練習っていうのは、集中力も鍛えるのにうってつけです。ね。待ってる時、しっかり我慢してます。まだかな、まだかなってね。これで忍耐力をちょっとずつ鍛えていきます。そして、ワンちゃんたちはこちら、飼い主さんの方をずっと見てます。はい。それをすることによって集中力というのを切らさずにずっとこう見てくれるわけですね。ただその子にもやはり最初は限界がありますね、基礎の部分がまだまだ 練習不足のねワンちゃんですと集中力が足りなかったりするとすぐにふっとこう他を見ちゃったりとか解除しちゃったりしてしまいますので、ひとまずはその子は、まあ、そこのまあところまでしか待てないよという把握をしてくださいね。そこから反復練習をして、徐々にできるようにしていきます。はい。じゃ あ早速じゃあまずじゃあ、そうだな、お見せしましょうか。じゃあこの子たちがどれぐらいできるかね。そう、まあ、コマンドなしてもこれやってくれましたね、まあ、私一番ここで隅にいますね。この状態でずっと待たせます、はい、ね、この状態でもこの子たちはねちゃんと待ってますね。こいつはダメですね、動きましたね。動いた場合は戻れ、戻って、さあ戻れ、はい、座れ、そう。でもう一度チャレンジします。本来は今私解説しながら喋ってるので、反応してしまいがちなんですけど、まあ、黙って、ね、コマンドだけ言ってあとはもうじーっとこう飼い主さん辛抱強く待ってあげてください。この状態の時はもうワンちゃんたちは常に私のところ集中してずっと見てますね、はい、ずっとこちらを見てます。集中力を使ってるわけですね。ちょっと動画の関係上これぐらいにしときますね、はい、もうちょっともっとだいぶ長くできますけれども、はい、で戻りまして、はい、よし、ね、よく頑張りましたということでご褒美を上の子から順番にあげます。はい、ね、はい、よし、はい、お利口という形を取って練習をしていきます。でこれですね、家の中、部屋の中ですね、まあ隅々までこうでこの壁際までこんな、遠いところまでね待てるようになりましたら、今度は部屋を出てね、徐々に距離を伸ばして待たせるという形をとります。扉の関係は開けといてもらってもいいですね、バッと来ちゃうことであれば、まあ、閉めてもらっても構いませんね、まあ、できれば開けといて待つのが望ましいです。はい、忍耐力はつけやすいです。はい、こうやって徐々にですね、
ワンちゃんの忍耐力集中力を鍛えていきます。そしてこうやって鍛えてですね、基礎の部分を強化していくことによって、問題行動である何かしらの、まあ、方法応用のテクニックですね、それをもっとやりやすくすると、ね、成功しやすくするというふうに、導いてあげることができます。ですので、今ちょっとね困ってるよという方はですね、もちろん応用の練習していただいてもいいです。専用のねしつけの方法を練習してもらってもいいです。それに加えて、まずこういう忍耐力集中力をですね、しっかりとつけれる練習もぜひ取り入れてください。はい、そうするとね、いろんなことに対して対応ができやすくなりますし、ずっと集中してますので飼い主さんの言葉も普段から聞きやすくなります。はい、ね、これがですね、よく警察犬で基礎となる練習ですね。よく取り入れている練習になります。待たせる、プロ中のプロの、まあ、トレーナーさんもこれよくやってますね。自分のワンちゃんの忍耐力集中力をつけるためにね、やったりしますね。やっぱり上級者ですね、すごい、ワンちゃんとかになるともう1時間とかは平気で待てます。もう楽勝です、1時間ぐらいは。はい、で中にはですね、こんなに、すごく待たせてかわいそうだという飼い主さんいらっしゃるかと思いますけれども、我慢ができない、我慢を覚えさせない、集中力を覚えさせない、覚えさせることがね、やらない方が私はかわいそうかなと思います。ね、こういう時は我慢しないといけないな、こういう時はちゃんとやらないといけないなって、ワンちゃんに教えるための基礎を教えない方がね、私はかわいそうだと思いますので、今回このやり方を、紹介させていただきました。ね、ぜひ、皆さんね、日頃の、まあ、何でも、まあ、ない手すきの時間の時にも十分やれる練習です。ね、まあ、たった5分もう10分の間ぐらいでやれちゃいますからね、そんなに回数、ま、何回もやる必要性はあんまりないですね。はい、で1日に数回やって、じゃあ次の日っていう形で、やっていただければ結構です。帰りちょっとおいで、そこカメラがある。はい、ではご参考になりましたでしょうか。次回もぜひご覧になってください。バイバーイ。バイバーイ。